を信じ合う違法ではないかと、その違法性の問題について規制庁の準備室、この規制庁の準備をしている、政府の役人たちと、きっちりと話がしたい、この違法性について、問いただす、何が問題ないかをはっきりさせたいと思って、この規制庁準備室との政府交渉というのを再三要請してきました。8月の3日の要請には、今日は人が出せないからと見せ断ってきました。そして来週の月曜日、20日にも、政府交渉を行うよう要請をしてきました。ところが今日によって、規制庁の準備室は、市民との対話を断ってきました。断る理由は何か、私たちはもう市民とは対話する気はない、それが理由です。もうこれはもうとんでもない、許し難い事態です。これまで規制庁の準備室の役員たちは、手分けをして国会議員を一人一人を回ってこの人事案に同意するように、そういうロビーを行ってきました。ところが私たち市民がこの人事案の違法性を取り出して、しっかりと話がしたい、なぜこの違法な人事案をするのかしっかりと取り出したい、話し合いがしたい、その要請には市民とは会う気がない、話す気がない、そういう理由で断ってくる。細野大臣、あなたはこんな規制庁を作りたかったんですか。こんな規制庁はありません。こんな規制委員会はいりません。ぜひ皆さん、この市民との対話を断ってくるような規制庁準備室にも怒りの声をぶつけていただきたいと思います。これは絶対にあってはならないことだと思います。皆さん、環境省前の9万手、8時半から、開始になります。スピーチを受けた後、ぜひ皆さんで、また、チェーンを作っていきたいと思います。今日はこの建物の前の、この道路の一角、ここを利用して、その行動を行っていきたいと思います。先ほど話があったように、今国会議員に対して改めてこの同意人事案に賛成するのか反対するのか態度を問いただす、アンケートを配っています。全議員の事務所に配り終えています。ぜひ、皆さん、この週末、この週末が勝負です。地元に帰っている国会議員たちにこの規制同意人事案、賛成するのか反対するのかアンケートが回っているはずだから、しっかりと、個々の議員として考えて、どちらに票を投じるのか、しっかりと考えて結論を出して、そのアンケート結果を返すように、ぜひ、皆さん地元の、国会議員に働きかけをお願いいたします。賛成票を投じるようであれば、脱原発を願う市民たちは、もう決してあなたには投票しませんよ、もう二度と国会の場に帰ってくることができませんよ、そういった、気持ちを込めてぜひ、地元の国会議員の皆さんに働きかけをお願いしたいと思います。